東京国際見本市会場は、かつて東京都中央区春海に存在したコンベンションセンターである。その所在地から春海または春海国際貿易センターと通称されることが多かった。1940年に開催が予定されていた、紀元2600年記念日本版国博覧会の会場予定地に1959年に会場。以来、 東京モーターショーなどの企業イベントのほか、コミックマーケットをはじめとする導人誌即売会などの開催地として使われた。晴海地区への交通アクセスの悪さ、各館の移動通路がなく展示に不便だったこと、施設の老朽化などを理由として、世界都市博覧会開催決定を機に、臨海副都心の中核施設として、後継のコンベンションセンター構想が浮上。 そして1996年に東京国際展示場が完成したのに伴い、その役目を譲り平場した。1989年度の東京国際見本市会場の空中写真。左上から B 館、新館、西館、A 館。左下から C 館、南館、東館。東京国際見本市会場は以下の7施設で構成され、 これらは東京都が出資していた社団法人東京国際見本市協会と株式会社東京国際貿易センターの2法人によってそれぞれ管理運営をしていた。7施設のうち A 館、B 館、C 館は全社、東館、西館、南館、新館は後者の管理運営だった。非効率的だったため両法人は 東京国際見本市会場が閉場してから数年後に合併株式会社東京ビッグサイトとなり現在に至っている東京モーターショー最盛期には年間600万人を超える来場者数を記録した他中央清掃工場敷地内にある記念日や土地はその後カー用品店のオートウェーブはるみ店やアミューズメント施設の東京レジャーランド レストランの日東紅茶ティーハウスが開店していた。これらは2005年頃までにはすべて閉店し、建物も撤去されてさらちになり、年に数回警視庁が主催する二輪車、運転講習会が行われている。2001年には、跡地の一部に東京都中央清掃工場が建設された。入り口付近には、開いた本の形をした記念碑がある。なお、 東京都は立候補していた2016年夏季オリンピックのオリンピックスタジアムの建設を予定していたが落選により一旦白紙となりその後東京で開催される2020年夏季オリンピックの選手村となる予定また2014年には勝ち時にあった月島警察署が老朽化に伴い新築庁舎に移転しているありがとうございます